元赤坂館前から中継です政治部、吉野さん、今日の日中韓の首脳会談ですが、はい、日本の立場として安倍総理はどんなあの手応えを得たといいううううふうに感じられるででしょうかはい、そうですね今回の会談なんですけどもやはり懸案事項は北朝鮮問題です日本政府としてはですね今回の会談は通過点と捉えているんですね。 というのも当面のキーとなるのはやはり米朝首脳会談なんです非核化に向けた具体的な取り組みを決めるのはそこなんですそこに向けて北朝鮮と関係の深い中国そして韓国と直接会談して足並みが揃っていることをアピールするのが今回の狙いなんです拉致問題では安倍総理から解決に向けて協力を呼びかけて理解を得ましたまた中国の李克強首相からは 日本と北朝鮮の直接会談への期待も表明されましたただ非核化の進め方については考え方に違いがあるのは確かです日本は目に見える形そして後戻りができないような形になるまでは圧力を維持すべきという主張なんですただ中国はですね、非核化の進行に合わせて圧力を段階的に緩和すべきという立場なんです 今回の会談ではです、ね、こういった微妙な立場は飲み込んだうえで連携を打ち出した格好なんです。